大田哲也は、日本の実業家、広島電鉄代表取締役会長。広島商工会議所会頭を務めた。広島県広島市西区出身。修道高等学校、神奈川大学工学部電機工学科卒業。1963年3月、広島電鉄に入社し、以後、1991年6月、取締役。 1994年7月、常務取締役。1995年5月、専務取締役を務める。1996年4月から2010年6月まで、広島電鉄代表取締役社長を務め、超低床電車の導入や、2009年には、契約社員の正社員化に取り組んだ。2001年4月から4年間は、 広島経済同友会代表幹事を務めた。また、2007年11月、広島商工会議所会頭に就任。旧広島市民球場の跡地利用問題に関わり、2013年の全国菓子大博覧会の誘致を行った。2010年10月に退任を表明。2010年12月13日、 広島ガス代表取締役会長の深山秀樹が選出されるまで務めた。2010年6月、広島電鉄代表取締役社長退任後は、代表取締役会長に就任し、引き続き関連会社である、広電プラザ、グリーンバーズ広電、広電交算、交通会館、広電不動産の代表取締役社長や、 ヒロデンストアの取締役を務めていた。2011年6月、朝日中受賞受賞。2011年11月7日、水臓癌のため、広島市中区の病院で死去。70歳没。ありがとうございます。